新型コロナウイルスの感染者は世界全体で93万人を超え、最も多いアメリカの感染者は21万人を超えました。ニューヨークで感染者の治療にあたる日本人の医師が FNN の取材に対し、医療現場の危機的な状況を語りました。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、世界全体の感染者はおよそ93万2千人で、死者はおよそ4万7千人に上ります。アメリカの感染者は21万人以上で、このうちニューヨーク州の感染者が8万人を超えていて最も深刻です。ニューヨークの病院で治療にあたる日本人の医師が医療崩壊に近づいていると述べ、医療現場の危機的な状況を語りました。医療従事者の中でもそういった患者さんから感染して重篤化して、例えば気管内挿管をされているでありますとか、亡くなった方ももちろんニューヨークの中にはいらっしゃいます。かなり身近にちょっとでも気を抜いたらそういったことが起こりるということを毎日感じながら働いています。もし東京を含めた日本の大都市の方々がここで気を抜いて油断してしまうと、そういったニューヨークの二の舞。こうした中、ニューヨーク州のクオモ知事は1日、州内の感染拡大のピークは今月末頃に訪れるという見通しを示しました。一方、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は1日、これから数日で感染者が100万人を超え、死者が5万人に達するだろうと述べ、強い危機感を表明しました。